足手まといにならないでしょ。この世界を壊してしまう何か、それを探しているの、多分。そう、だから急がないといけないの。探索に出て、いろんなものと出会わなきゃいけないんだ。私はこの世界を守らなきゃならないから。というか、私のことよりも、キリトはクリアのために頑張ってるんだよね。メンバーもよく考えてさ。何？キリトにはもっと強力で頼りになるお姉さんの助っ人が必要だと思う。キリト、今で満足だなんて間違っていると思う。だって私が活躍できちゃうくらいなんだもん。もっとパーティーとしてのバランスも必要だし、一人一人ソロでの強さにももっとこだわらなきゃ。具体的に言うと、アスナはもっと防御力が必要だと思う。壁になれるくらい硬い方がいいかな。ちょっと待って。私は速度重視でスキル構成してるから、今から防御力上げても意味ないでしょ。守るっていう意味なら防御の硬さだと思うな。一理はあるし、バランスも取れてるとは思うけど、それじゃあソロでの強さは成立しなくなるわよ。壁はパーティープレイでより意味を発揮するわけだし。そうか。まあそもそもキリトと釣り合うパートナーじゃないといけないんだよね。それには、私みたいなメリハリの効いた体が必要だし。
に母性の象徴でありつつ女の子の魅力を引き立てる胸の大きさが大切だと思うんだよね。一番お似合いで役に立っているのはやっぱ私かな。さあキリト、先に進もう。用事思い出しちゃった。今日はここでお別れ。うん、少しは前に進めたかなって思うから今日はそれでいい。確かにそうかもね。いよいよか。それって。
足手まといにならないでしょ。この世界を壊してしまう何か、それを探しているの、多分。そう、だから急がないといけないの。探索に出て、いろんなものと出会わなきゃいけないんだ。私はこの世界を守らなきゃならないから。というか、私のことよりも。キリトはクリアのために頑張ってるんだよね。メンバーもよく考えてさ。なんですか？キリトにはもっと強力で頼りになるお姉さんの助っ人が必要だと思う。ダメだよキリト、今で満足だなんて間違っていると思う。だって私が活躍できちゃうくらいなんだもん。バランスも必要だし、一人一人ソロでの強さにももっとこだわらなきゃ。具体的に言うと、シリカはそのフェザーリドラに頼らない力が必要だと思う。近接戦闘がもっとできないと。足手まといになってたりしない？してません。多分ですよね、キリトさん。でも、もっとキリトと釣り合うパートナーじゃないと。それには、私みたいなメリハリの効いた体が必要だし。特に、母性の象徴でありつつ、
女の子の魅力を引き立てる胸の大きさが大切だと思うんだよね。一番お似合いで役に立っているのはやっぱ私かな。さあキリト、先に進もう。用事思い出しちゃった。今日はここでお別れ。うん、少しは前に進めたかなって思うから、今日はそれでいい。いよいよか。緊張します。